習近平国家主席が笑顔。空母3隻と日本の自衛隊が共同演習を行いました。北朝鮮に対し軍事的圧力を強めるアメリカ。ソニーなど主要企業の業績の情報修正が相次いだことも投資家の心理を強気に傾けさせました。日本の株式市場にとって影響が大きい海外投資家の売買動向ですね。これについてはどうなっているんでしょうね。はい、統計結果が分かっている11月第1週までに海外投資家は日本株を6週連続で買い越しています。ざっと2兆円強の規模になります。先週後半からプログラム売買や利益確定の影響で値動きがやや荒くなっていますので、日経平均がこれまでのような上昇カーブを描くかどうかは見込みにくいんですけれども、中長期の視点で運用する海外投資家の中には株価が下げたところで利益成長が